はい、皆さんこんにちは。江口ホールディングスの江口です。今日もね、8月の終わり、江口ホールディングスグループ、ソーラーシェアリング実験場って書いてあるんですけど、まあ皆さんこのチャンネルを見てくれてる方はわかるかなと思うんですけど、例のソーラーシェアリングの現地ですね、宮古テラス、通称宮古テラスって僕たちが呼んでるところに来てみました。この間のね、台風6号でここ全部吹き飛んだんですけど、新たにまたうちの、池間くんが宮古島出身で、高校卒業してうちに来てくれたという。で、今、愛媛県の佐伯さんという師匠のもとで自然栽培を習ってる池間くんとですね、うちの不動産部の大沢さんで、またここに何もなくなった、台風に吹き飛ばされても本当に何も跡形もなくなったところにですね、新しく命を吹き込み始めましたね。人参、ちくまの五寸か。まあ農薬とか化学肥料に頼らずに作った人参たちの子孫を巻いてるっていうことですかね。そうやってなんか子孫って強くなっていくらしいんですよね。そういう環境に残った植物たちが、こう、どん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 このまた子孫を残していって強くなると。そういうものらしいです。今これは種をまいて2週間ぐらいですかね。お盆休みの時に、まいたという、植えたっていうふうに聞いているので、いろんなチャレンジここでやってますね。で、これ、植えですね。以前は太陽光発電を、この隙間、だいたい、こっち側ですね。こっち側が 70% 敷き詰めて太陽光を。で、30% ぐらいが空間っていう、こういう状態を作りながら下で農作業が、できるかと、そういう植物ができるかっていう、そういうことをやってるんですけど、これもう本当に体感値、これ一回実験してみたいなと思うんですけど、やっぱりこの下、このしましまでこうやって日向だ日陰になるじゃないですか。一日日が当たっていったりとかですね、陰っていったりとかする過程で、必ずどこもこんだけ 70% 近くの日向を作ってればですね、下では農作物できるでしょっていうことと、涼しいですよ。やっぱり普通にこっち側のね、この日向の状態、こういう状態で、ここで温度を、例えば気温を測った時と、この7割ぐらいが日向、3割から4割ぐらいが日陰というこの状態を作り出しても、下の気温はもう明らかに涼しいですね、これは。で、こういうことなので、やっぱり、内地、特に愛知県とかですね、普通に今まで稲作って、やれたのに今も暑くて実ができないとかそういうことになってってるって聞くんですけど、ソーラーシェアリングって一つ本当にそのソリューションになるんじゃないですかっていうふうに改めて思いますね。そうですね、日陰を少なくして日向をたくさん作るという形を取ろうと思うと、この支えてる課題が割高になってきますね。普通にここの例えば土地に太陽光を敷き詰めたら、課題の金額は、まあ、いくらって決まっていますと。で、上に太陽光をやった時って、これを隙間を作れば作るほど、パネルを置けないということなので、1万円あたりの、取り付けコストですね、そこにあるというコストが高くなります。それはもう当たり前で。で、なおかつ宮古島は、もう、皆さんがこれ多分見られたことがないようなソーラーシェアリングの、まあ、プロでもあんまりここまでやってるっていうのは多分、ないと思うんですね。僕たちはこの課題の設計からやっていて、これでも70メーター以上の風が吹いた時でも飛びませんよということでやってますね。で、問題はそこだけですね。この課題の1枚あたり、1キロワットあたりの値段が上がってしまう。だけどここは実験場なので、一旦この6割から7割の日向を作った状態のソーラーシェアリングでいろんなものが育つかどうかっていう、その実験をやっていますね。これはコーヒーなのかな？あ、パッションフルーツなんだ。パッションフルーツ、イエローってやつをこうなんか植えてますね。なんか順調な感じしてますけど。ちょっと虫に食われたりして元気がないな、みたいな。まあどっちにしてもですね、今いきなりこの畑をやり出して、農業用の土は一応入れてるんですけど、別に、肥料を入れて、この土地をこの科学的にとか、そういうことでこうなんかパワーアップさせようってことは全くやってないんですね。普通に土を入れて1期目のこの農作物なので、普通で言うとあんまりいいものはできないと思うんですけど、まあ、乞うご期待ですね。僕らがどこまでやれるのか。
で、いつもそれはお話するんですけど、売って儲けるためにやるんじゃなく、僕たちの社員だったり周りの人たちが安全な食っていうものが確保できればいいじゃないかと、江口ホールディングスの、自然栽培農業部みたいな、そこに池間くんが配属されて僕たちの、師匠として今後ここで活躍してってくれるんじゃないかなって、こうやって結構引くと分かりますね。結構日陰ってちっちゃい、でこれが全部日陰だと物は育たないと思うんですけど、最終的にはこの広大にこの宮古島に広がったサトウキビ畑の上にあって一旦のゴールがあるんじゃないかなっていう風に考え方が僕の中でも固まってきましたね。それをやらないと本当の意味のバリューっていうのは測れないなって。で今日のテラスですね、やばいっすよ今日は。天気が、風もめちゃめちゃ気持ちいい。芝生もちょっと伸びてきたからまた刈らなくちゃいけない。この芝生もなんか自動で刈れる仕組みないかなと思ってるんですよね。で今ラジコンのこの芝刈り機があるんですけど、大きい、それをちょっと導入しようかって一回ね、その1台入れてみようじゃないのっていう。でもこの脇にこういろんな木を植えてたじゃないですか、わかりますか、こういう木、これがわーっと生い茂ったら手すりになるんじゃないのって言って、手前側にはアラマンダっていうね、宮古島に来たらよく見る黄色い花の咲く植物をこう植えてたりとかするんですけど、の中の今日のテラス、じゃーんっていう。今日はむちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいい。もうビーチ誰もいないっていう、めちゃくちゃいい。実はこのビーチ前にも話したかなと思うんですけど、ウミガメめっちゃいるんですよ。中に潜るとお魚さんはちょっとね、だいぶ向こうに行かなくちゃいけないですけど、ウミガメは結構この近くまで来てるっていう。あ、ちょっとね雨があれだけど、これわかりますかね、これアラマンダがちょっとあんまいい状態じゃないな。なんかこれは何か言ってるね、なんかちょっと白くなってきたり病気になったりしてんのかな。アラマンダが咲いたりとかつぼんだりとかしてるんですよね。植物ってすげえなみたいな。なんかこの外側の大きい、名前がちょっとよくわかんないんだけど、この植物もなんか花つけたりとかしだしてて、これね、そうそうそう、こんな感じで名前覚えなくちゃいけないですね、これね。こんな感じで今日の宮古テラス8月後半いいね。やっぱ7月8月雨降らないっていう、降った時も降った時でいいんだけど、雨が降らない7月8月の宮古島の旅行は本当に絶対いいと思う。これもコロナが明けてからね、皆さん本当に来年かな再来年かなって来られるようになると思うんですけど、ぜひそれまでにはね、僕たちも僕たちの目標で仕事としてこう動いていくっていうのをね、この Vlog の中で残していこうって思っていますので、また面白いなと思ったりとかですね、またこいつの動画見ててみようかなと思われる方はですね、いいねボタンとサブスクリプションのボタンを押していただいてですね、また覗きに来てみてください。今日は宮古テラスからでした。またね、バイバイ。